本日の動画は、はい、どうも皆さん、こんにちは、ウェルサスです。今回も平子やっていきましょう。さあ、今回なんですけども、まぁ、ちょっといろいろあります。はい、まずですね、リリース1ヶ月記念キャンペーンのお知らせということで、プレゼントボックスに日向席でいいのかな、俺、日向席って呼んでるけど、1000個、もらいました。ありがとうございますと。で、こちらツイッターの方でね、ひなこ運営さんがいろいろと、言っておられるんですけども、新しい章、だから16章かな、言ってしまえば、が追加されるっていうのがまず1個ありますよ。で、あとなんか放課後の追加っていう風な感じであったんですけど、放課後の追加って何なんだろうなと思って。これが枠増えるのかな、どうなんだろうなみたいな。まだ未実装要素を僕前動画で出しましたけど、こちらについてはまだ触れられていなかったので、まあもしかしたら出るかもしれないんですけど、まあまだか先かなみたいな感じですね。はい。まずそれが1個です。はい。ということで今回の本題に参りたいと思います。こちら、ひなこえクリスマス2020なんですけども、こちらがですね、イベント部活、まあイベント後半戦が始まっております。で、なんて言おうとしたんだっけ僕は全然やってないんですけど、これは後日、生配信で、ちょっと全部まとめてガッとやりたいなっていう風な感じで、ちょっとストップしております。はい、なので今回は、こちらのイベント部活の後半については、もう、多分言うこと特にないと思うんで、本当マジでぶっちゃけないと思うんで、はい、こちらの、富田鈴香さんの能力などの、解説をやっていこうと思います。はい、まずは、スタディ属性ですね。ベリーハードが歌ボーカル属性だったので、ああ、スタディなんだっていう風な感じで正直思いました。はい。で、コメスキルはなんて光だ。ポカポカ状態は優先で相手人にポカポカ特攻アピールをする。ポカポカアピール、なるほどね。相手をポカポカ状態にさせなきゃいけないな、そしたら。ちょっと難しいですね、これは。はい、オートスキル見ていきましょう。ピンチポカポカ、ポカポカ振る巻き開始、終盤アピール前向きテンションで、ポテンシャルが挽回チャンス 20% 以下になると一度だけポカポカ状態になる。あ、なるほどね。結構もうあれか、自分守る感じなのか。あ、なんだろうこれ、まあ、スキル、コミスキルだけで言ったら結構そのアピール属性って言っちゃまずいな、アピールタイプって言っていいのかな、アピールタイプだと思うんですけど、こういう風にオートスキルとか見ちゃうと、なんかサポートみたいな、ヒーラーみたいな感じも若干ありますね。てか難しいな。敵にポカポカを付与するスキルがいないといけないんでしょう。誰かいた、いや、いたはずなんだけど誰かが思い出せないんですよね。あー、なるほどね。はい、特徴アピール。根が真面目。ステータスのバランスが取れているがテンションが下がりやすい。あー。テンション下がりやすいのが結構苦手なんですよね。はい、という風なものとなっております。まあ今回のこの富田さんも、ガチャをイベントガチャを引いていけば引くほど、メンバーピース、メモリーピースが手に入るので、挽回チャンスのポテンシャルがゲットできるいいチャンスなのかなという風な感じで思っております。まあ大体、まあ前回僕が出した加藤志保さんの動画とちょっと重複するところもあるんですけど、まあ、大体30万ポイント前後、まあ、35万ポイントって僕は言ってるんですけど、を、この後半で取れれば、まあ、このポテンシャルは回収できるのかなっていうふうな感じで思っています。こんな感じですね。まあ、僕はまだ、これガチャのエナジーが溜まっていないので、まだ引けないんですけどね。まあ、そもそもクリアしてないですからね、まず。はい。まずそれが1個です。で、2つ目、こちらなんですけども、加藤志保さんの方、僕は無事、才能開花、全て終了いたしました。で、まあ大体僕が動画で言ったとおり35万ポイントぐらいでしたね。まあちょっと後半期間のこともあったんで、才能開花で結構石使っちゃったんですけど、最後の方、まあうまくやれてれば多分石使わなくてもよかったのかななんて思っています。はい、こんな感じで、まあ差し入れはやってないんですけど、フルにしました。まあダンス属性僕結構キャラ持っていたので、その中でも使えるかなっていうふうな感じで思っています。はい、じゃあまあせっかくなのでポテンシャル設定していきましょうか。設定を変更する。はい、OK。これちょっとこうしなきゃいけないのか。まあまあいいでしょう。はい。こんな感じでポテンシャルをセットすれば、まあ、加藤志保さんのどんなひなしゃを使っても、このスキルというか、ポテンシャルスキルが発動されるというふうな形になっております。で、今のところ確か、このキュンが33かな。
なんか親密度50でキュンが33とかだった気がするんですけど、までしかね解放がされていないようなので、まあそれも後々ですかね。まあやっぱこの序盤なのでポテンシャルもまあ1人当たり2個3個持ってるみたいな人はあんまりいないと思います。まあそもそもね星4引いたとしても、育成が難しかったりとか、そのピースが与えなかったりとかっていうのは絶対あると思うので、まあそこら辺はこの現状の解放でもバランスは取れているのかなというふうに思いますね。はい、そして、ウタ属性のピックアップガチャも開催されております。まあこれはぶっちゃけあんまりこういう属性ピックアップは引かなくていいと思うんですけどね僕。まあ本当にその属性でマジでガチなパーティー固めたい、課金はいくらでもするみたいな感じだったら引いていいと思うんですけど、まあそんなかなって思いますね。新しく実装されるガチャ、まあ例えば前回で言うとサンタの二部さんと誰だっけ、渡辺美穂さんかのガチャとかでこの夏シリーズは結構出るので、だからそんなにいらないんじゃないのかななんて思いますけど、あ、てか意外と少ないんだな、ピックアップ星4。はじめの斉藤京子さん1,2,3,4,5,6、意外と少ないんだ。あ、確かにまだ星4は今1人2枚は出てないか、完璧には出てないですよね。もうちょっとで完璧に星41人2枚は出ると思うんですけど、あーそっか、まだそういうのもあるのか。まあちょっと難しいところですよね。なんか1月とかになったら、振り袖とかそういうのも、実装されると思います。で、あと、課金もね、ぶっちゃけ、課金するっていう風な方だったら、まあ今このリリース記念だったり、その12月の月別のパックだったりっていう風のがあるんですけど、まあこれ多分お年玉パックみたいなやつがどうせ出ると思うんで、今課金するよりかは、それを待った方が、個人的には、まあお得に買えるんじゃないのかなって思います。まあどういう風になるのかわかんないですけどね。コインとか、強化石とかこの育成パックみたいな感じで、石が 13,000 個手に入るよっていう風なものなのか、はたまたその石がもう2万個ぐらい手に入りますよみたいな、そんな感じの福袋になるのか、まあ福袋が出るかどうかすらも僕の予想ですからね、あくまで。でまあ過去いろんなゲーム見てて、まあ出るだろうなっていう風な感じでは思っています。はい、ということで以上で終わりだと思います。今日は結構なんか情報を整理するばっかだったんですけどね。はい、終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。